肩が痛い。さっと塗れる薬ないかしら。ゼノールなら塗りやすくてベタつかない。痛いその時すぐ塗れるゼノール。ゼノール。肩が痛い。さっと塗れる薬ないかしら。ゼノールならチックタイプで塗りやすい。痛いその時すぐ塗れるゼノール。腰が痛い。痛みにピンポイントで塗れる薬ないかしら。ゼノールならチックタイプでベタつかない。ああ、痛いその時すぐ塗れるゼノール。ゼノール。大宝薬品。肩が痛い。さっと塗れる薬ないかしら。ゼノールならチックタイプで塗りやすい。痛いその時すぐ塗れるゼノール。くるくる回すと出てくる出てくる。これがチックタイプ。はい、ああ、わかりました。はい、すいません。腰が痛い。痛みにピンポイントで塗れる薬ないかしら。ゼノールならチックタイプでベタつかない。ああ、痛いその時すぐ塗れるゼノール。ゼノール。大宝薬品。すごく楽しかったです。コンテを初めて見た時に面白いなって思ったんですけど、現場ではちょっとそれを超える楽しさがありました。はい、本当に特にすごく今ひどい状態ではなかったんですけど、何度か塗っていくうちにスースーしてきて、すごく軽くなりました。左肩ばっかり塗ってたんで、今左だけがすごく軽い感じなんで、早く右を塗りたいです。初めての経験だったのでちょっと最初想像できなかったんですけど、意外とこうあそこから出てくると自然とテンションが上がるっていう、なんか本当楽しい気持ちでやらせていただきました。商品の中から出てくるところは全然何度でもできるっていう感じでした。やっぱりお気に入りのシーンも見どころも商品の中から出てくるところだと思います。多分あんまり今までに見たことのない感じの衝撃度だと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。